はい、皆さんこんばんは、ミカミックスです。それでは試飲ですね、第5章からやっていきたいと思います。昨日ね、あの4章の方をクリアして、4章間の後ですねの画面になります。メリーが壊れてから丸1日経過したということで、4章でね、メリーちゃんが壊れちゃったんで、あと黒いウサギもね、あ、黒いウサギ一応霊的な存在だったのかよくわかんないんだけど、一応死んだは死んだ感じっすよね。今コンパスのない船で、太陽に漕ぎ出したようなものだ。どこへ流されていくかわからない。流れ着く先に救いはあるのか。物語的にはね5章で終わりらしいです。あのさ、三上さん、今日一日なんとなく過ぎちゃった。いつもこんな調子なの？館の中を調べ終わったなら外を調べに行ってもいいんじゃない？メリーが外の人間と不要に接触すると印の進行が早まると言っていた。これ以上記憶が抜け落ちたらたまったもんじゃない。俺なんてここ10日部外者だとコンビニの店員としか話していない。レトルトやコンビニ飯しかないのはそういうわけか。この館には材料が用意されてないのかね。でも待ってたところで事態が好転する見込みはない。あ、追加シナリオはね、あのやるはやりますよ。第6章ですよね。あれもすげえなんか怖そうだよね。赤ずきんちゃんだかなんだかのやつなんで、まあ、今日はね多分できないと思いますね。第4章もねなんだかんだで3時間くらいかかっちゃったからね。症状が進んであなたみたいに名前を忘れちゃうのは困る。印の話を完全に信じたわけじゃないけどねと。いまだに印や怪異をかたくなに強固、かたくなに否定している。まあそうだよね、実際見ちゃったからね。霊とか呪いとかありえない。どうして私がこんな目に。あ、唐突なノックオンにヒロが可愛らしい声を上げた。今の悲鳴が。メリーでなくとも印人だと予想できる。夜分遅くに失礼するよ。不健康そうな男だな。あ、でもこれなんか医者っぽくない？なんか聴診器みたいなのつけてるよ。でもインナーがさ紫ってなんか不良の医者みたいな感じだな。痩せこけた長身の男が入ってきましたと。まるで生気を感じさせない肌、濃いクマに縁取られたうつろな目。失礼な話だが死人が立っているような感じだ。三上くんとヒロウくんだね。君たちや印のことはここへ来る前に。あ、安岡先生。そうか、安岡先生はねなんか政治家ともつながりがあるみたいですからね。顧客がねいるみたいです、政治家とかにも。ズー先生だっけ、昨晩は大変だったらしいね。どうやら安岡の知り合いらしい。彼女がこちらの頼みに応じて手を回してくれたのかもしれない。まずは自己紹介。大門修司。まあ察しがついてるだろう、医者だよね。こいつをこうやって引っ掛けておくと説明の手間が省けて楽。ああなるほどね。お医者様の大門さんがどんなご用事。猜疑心で乱々と輝いている。そう警戒しないでほしいね。かくいう僕にも呪いの技印がある。シャツのボタンを外すと左胸に見慣れた印が刻まれていた。これさ気がついたらついてた。けどまさか僕自身にこれが現れるとは思わなかった。迂闊に興味を持ったせいで罰が当たったのかもしれないね。迂闊に興味。安岡さんに話を聞く前から印を知ってたの。軍医中佐だった祖父の残したカルテに妙なあざの記述があった。好奇心で独自研究をしていた。軍医の記録、第二次世界大戦の頃の話、50年以上も前のことになる。やっぱここら辺が肝だよね。第二次世界大戦のなんか仏像がなんちゃらみたいな。でもおかしくない？印の噂が流れ始めたのはここ1ヶ月くらい前。そんなカルテが残ってるならもっと昔から噂になってそう。もちろんそれだけの事情がある。印を発症した患者が現れたのは陸軍の秘密研究所。
終戦時その研究所に係る機密事項は焼かれてしまった、僕が見たカルテはそれを逃れたもの。秘密研究所、今一つイメージが湧かないな。ダイモンさん、あなたまさか呪いの印が生物兵器とかとんでもないことを言わないよね。神がかりの軍人というものはどこの国にも一人や二人はいた。指示に火のついた戦争末期ならそんな計画もあったかもしれない。苦しい時の神頼みというやつらね。非科学的すぎる。まあ確かにね、非科学的ではあるよね。まあただ可能性は否定できないからね。はあ、マジで言ってるとか。安岡先生が太鼓判を押すだけのことはある。あらゆる可能性を考慮する姿勢を見上げたもの。そんな柔軟な思考だからこそ超常現象を相手にできるのかもな。だが自分で言っておきながら印が兵器とは考えにくい。その研究所、第13陸軍技術研究所で開発されていたのは観音兵という代物。観音像を連想させる名前、まあそうだね、その通りだね。50年前、そして仏像、まさか。ダイモンさん、その研究所はどこにある？それがさ、申し訳ないが僕は知らないんだよ。祖父の持ち出した資料に場所を示すものはなかった。あのさ、三上さん、その第13陸軍技術研究所、おお、図川の通っていた例の地下壕。例の古地図を取り出した。私だけの秘密にしたかったんだけどね。でも印で死んだらシャレにならないから白状する。この地図、第13陸軍技術研究所の入り口が書かれている。おお、マジかよ。ゲホゲホって虚弱体質だな。それをどこで手に入れた？半年前にうちのじいさんが亡くなった。遺品を整理してたら出てきた。表に出てない秘密研究所とかすごく面白そうだから調べてみようと思った。それをズー先生、図川に盗まれた。うっかり地図のことを話しちゃった。あいつアブノーマルな実験とか好きだったし興味湧いたんだろうね。やっぱりさ、図川が怪物になった原因はその秘密研究所にある。そういう考え方は非科学的だと思うわ。オカルトで怪物になるなんて、甲骨武系だっけ、なんだっけ、読み方忘れた。科学的アプローチで怪物化したなら仕方ない。なるほどね、自分ルールだね。ヒロー君のおじいさんは研究所の関係者だったのかい。まあ、確かになんで地図を持ってたかだよね。あ、技術隊だったんだ。第13陸軍技術研究所の関係者の子孫である2人、突然印が現れた。つまりはそうなるね。僕とヒロー君の共通点なんて白衣が似合うことを除いたらそのくらい。秘密研究所では50年前、印を刻まれたものが現れた。それに、そこに印の真実で迫るための何かがあるかもしれない。観音兵、仏像を連想させる名前。地下壕にあったズー先生の形跡、 H 神社から盗まれた仏像と何か関係があるかもしれない。ダイモンさんの話でいろいろ判明したね。おお、さすがだな安岡先生。人の縁とはつくづく面白いものだね。ダイモンさん、協力してもらえるか。肉体労働だけは勘弁してほしいがね。体の調子が悪い。そんなところだ、医者の不養生だよ。なるほど、尋常の痩せ方ではないから深刻な病気なのかもしれない。地下壕へ行くか。鍵のかかった扉があって奥へ進めない。でもさ、そうそうそう、じいさんがいたよね。あのじいさんに話が通じるとは思えない。あそこから侵入するのは難しそう。どこから地下壕へ入ったか。ケイミヤ町北通りのマンホール。なるほど。古地図を広げて眺めている。ケイミヤ町に入り口がある。
入り口は他にもう一つある。 M の南裏通り、そっちから侵入するか。観音兵の噂、あれかね、必殺の霊的国防兵器みたいな感じかね。知ってます必殺の霊的国防兵器、戦争の時にね、過去の日本の有名な人たちの霊を、平のね将門とかそこら辺の霊をね召喚した兵器ですちなみに女神転生4の話ね。観音兵、安岡の紹介で館を訪れた新たな印人、観音兵とはその男、大門の話に登場する謎の存在。でまあ陸軍の研究所で戦争末期に観音兵と呼ばれる何かが開発されてましたと。で観音兵がどんなものかは分からないけど、研究にかかった者たちが印を刻まれたと。で、その研究関係者の子孫が、ヒロちゃんと大門くんですと。でその第13陸軍技術研究所が地下にありますということで、そちらに行ってみましょうということですね。パートナーだな、そうすると。なんかどっちも知識はありそうだからね。まあただ女性連れていくか。よし、まどかちゃんを連れていきましょう。で M の南裏通り、あ、アイテムそういえば見てなかったね、何があるか。京宮町北通り同様、人通りのない静観な場所。地図にはこの辺りとしか書いてない。地道に探すしかない。マンホールじゃないのあれ、ここ光ってる。全く人の気配がしない。まあ確かにね、外部の人とか全くいないからね。今店を畳んでしまっている。他は特になさそうだからマンホール調べて。こちらは一つだけ。蓋には取っ手がついている。間違いないだろう。不思議だな、どうしてこの地下壕の存在は表沙汰になってないんだ。さすがに下水道局も気づいてるだろう。うん、確かにね表に出ると困る連中がシャットアウトしている。まあろくでもない実験してたからね。ろくでもない実験にさぞ興味があるのだろう。おおお、あ、なんだなんだなんだ、開けた音か。カビ臭い風が吹き抜けた。嗅いだことのある匂い。ケーミア町同様、穴は地下深くまで続いている。はしごが取り付けられているのも同じ。じゃあ早速降りましょう。お先にどうぞ。よし、先に降りて上を見よう。でも白衣だったからね。アイちゃんとは違ってスカートじゃないからな。上見ても見えないか。ヒロと二人、H 市の地下に広がる暗黒の世界へ消えていく。闇を抜けた先にあるものは何だろう。探し求めてきた真実なのか、血塗られた地獄の光景なのか。観音兵だね。こいつが原因なのか。え、なんか歌が聞こえるよねやだな。コンクリート作りの重苦しい壁も、灰が詰まるようなよどんだ空気も変わらない。あそことつながっていると考えて間違いない。え、何この歌みたいなの、超嫌なんだけど。第13陸軍技術研究所、殺風景だね。この歌は何。そりゃそうだよ、誰かのいたずらでないとしたら。地下をさまよう軍人の亡霊が歌っている。怖え頭悪いんじゃないのマジで、すまん確かに軍歌が流れているのは異常だ。超常現象の一種として考えるしかない。超怖いんだけど。またあれだね、前と後ろ両方進めたけど、これ全体的な地図は見れないんだっけ。ちょっと待って、何も調べてねえわまっすぐ進んじゃったけどさ。
ちょっと待って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 、ここが入り口だよね。はしごを調べると多分帰っちゃうから。あ、あったね。血の染みが広がっている。一箇所だけ色が薄い部分がある。指でなぞってみると何かが床に張り付いている。何度か引っかくことを繰り返すと張り付いているものにシワが寄り床から剥がれた。あ、お札かい。まあお札はお札でね、助かるからね。ちょっとこっちへ進むか。じゃあ前で扉があるね。真っ黒いシミが広がっている。でもこれなんか途切れてるよね。これは血か。大量の血液、気にならないか。バカじゃないんだし当然気づくって。うん、そうだね。何かが貼ってあったのか。マスキングされたようにはっきりした形をしている。もともとそこは何かが貼ってあって、そのせいで血しぶきを逃れた。ポスター、掲示物、そんなところ。一応見てみよう。これだけかね。他はなさそうだから扉が開けられるかな。分厚い鉄の扉、鍵があれば開けられる。ってことは鍵がないから開けられないね。じゃあまっすぐ進んでいきましょう。これもあれだね、同じ感じだね。目が乾いただけだった。この血は、あー、なるほど、逃げてたのかね、なんかがあって。こういう明かりはね、放棄された施設の発電機がこんな長い間稼働しているものなんだろうか。まあ、そう、そこら辺だよ。普通に疑問だよね、なんで電気通ってんのっていう。でここからまた分かれてるね。どっちから行く、左から行く。あ、調べるの忘れた。まあいいや。あー、扉だね。あ、待って待って待って、動かない。正面に鉄扉の見えるその区画に踏み込んだ時明らかに空気が変わった。お、なんだ、モールス信号。電信の音が絶え間ない。え、ちょっと待って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 、ちょっと待って、これ一回引き返すと。ヒントがなさすぎる。気配の迫ってくる様子はない。無事に逃げおせた。じゃあ地図的に右へ行きましょう。うわ、広くない、ここ。結構こんなに広いの。いやでもさ、こんなの一般人の誰かに見つかってもおかしくないよね。また血のあれがあるね。血を流した本人は生きてはいない。あ、ここにもなんかあるね。これはお札だね。だいたいこういうのはお札だよね。待って、何の音。どっちへ行く、どっちへ行くべき。地図上で行くと上と下が、まあ、続いてないから上に行きましょう。行き止まり。壁しか見えないか、風か。壁の向こうから風が吹いてきたような感覚。壁しか見えない、まあ、よくあるよね、その風が吹いてきて隠し扉になってたみたいな。ただ調べられないね今のところ。何にも調べられないね。じゃあ下に行きましょう。そうだね、軍艦やだよね。ちょっとここも似たような作りになってるね。特に調べられる
場所はないね。じゃあ戻るか。で、右に行きましょう。で、また扉か。血があって、だいたいなんかこのポスターとかいろんなところにあるね。この血は調べられないし、扉も調べられないね。航空かなのこれ。ということはだよ、こっち側は今のところ何にもないで、このまままっすぐ行くと、なんかいるあれはなんかいただけか。右に行こう。地図上で行くと上ね。また扉だね。その前に調べられるところを調べて、扉を調べよう。鍵があれば開けられる。いやー、鍵がないのか結局。じゃあさっきの、これはどっちだ、こっちから見るから、今ちょっと待って、下を向いてるんだよね。下を向いてるから右に行けばいいの。そうだね、ここに行くしかないか。とりあえず行こう、構わず進む。来たー、もう何のヒントもないよ。モールス信号だけで何とかしろってこと？まるでこちらに伝えたいことがあるだ。モールス信号なんて絶対無理でしょ、わかんないよ。いや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 、わかんないから無理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 、こんなの YouTube に曲名入れると動画で出てきます。もうマジでひたすらさ、ぼう、てん、ぼう、てんてん、ぼうを繰り返しているって文字では書いてあるけど、これなんて言ってんの、この信号は一体なんと言ってんのか。いや、わかんねえよこんなの。は？ YouTube に曲入れんの？え、いや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 、わかんないよ。仏かな？観音像だから。ちげえしバットとか。モールス信号のヒントなんてあった？マジでモールス信号知らないとダメ？いや酸素を失ったのはたちまちその機能を失った今のググってみる。今のさ、入れると出てくんのかなモールス信号のヒントはどこにも落ちてなかったよね。ここでしょ。ちょっと待ってよ、どっか、ちょっと一回引き返して、全体的な地図は見れないからね。ちょっと待ってね、行ってないところ本当にない。ここ行って、ここ行って、まっすぐ行って、あ、扉開くじゃんよくよく考えたらあ、なんかありそうだねここ。医療施設、手術室、この匂いやっぱりあった。何が、さっぱりわからん。死体が転がっていた。何やら死体を調べ始めた。すげえなそういうのが平気なのか。内臓も骨も自分たちが持ってるものじゃない、怖がるなんてバカだってよしと一声発すると立ち上がった。一言で言うと異常な死体。これ何、頸椎が切断されている。切断面がおかしい、なんていうかギザギザ。外科用ではない工具で切断された、無理やりだね。意図的に頭部を切断された。工具で頭部を切断か。
古すぎて正直したいだけじゃわからない。手がかりがあるはず。この部屋を調べようと。実験室を発見。え、今のさ、何今の音。ほう、まあ、扉が開いてるからね。あ、入ってない。おっと、ここ開けられる。実験記録、文字を拾えば何とか読むことはできる。第70次実験、修羅像。ん、ちょっと待って、男の体、女の頭、似て、接合成功かな。するも怪現象で頻発、実験続行、難しい。やだね。お、何これ。手のひらの中式小型拳銃、読めないけど、そんな感じの小型拳銃。実験記録にはさっきのやつかな。読んどいた方がいいかもね。改めて読めってこと。視界が霞むほど埃が宙を舞った。黒拍子の冊子が残されていた。実験体通信略号。あ、これになんか、暗号文についての資料。以下のような記述がある。出たー。観音兵器の秘匿故障点点点棒点点棒棒みたいな。天物計画の秘匿故障。天棒天棒棒天棒棒天みたいな。魂素材の人頭を意味する。ああ、これさっきのあれだね、多分。どれだ、棒天棒天天。これメモっといた方がいいかな。モールス信号。あと一応バックを見てみましょう。これはさっきのやつだよね。期間早いね。ちょっとごめんなさい、これメモりますね。このモールス信号、少々お待ちを。観音でしょ。観音が点点点棒点点棒棒。天の仏が天棒天棒棒天棒棒天。で魂が棒天棒天天棒と。よし。小型拳銃、手のひらサイズの銃、装填弾数が一発ある。また信頼性が低い。複数の問題が結局解決できず開発は中止となった。なるほどね。でこの死体は調べ終わったから、よし、これでいけそうだね。進んでいきましょう。さっきのモールス信号のところへ。でモールス信号が出てきてたもんね。構わず進んで、でちなみに真ん中の選択肢はダメだったから、待って、ちょっと待って、早い。棒天棒天棒天天棒、これあれだ、魂だ。ひたすら棒天棒天天棒。これ魂ですね、魂。あ、違う、仏にしたんだ。さっき。オーケーオーケー。ごく小さな声が語りかけてくる。たまおしめせは。ちょっと待って、わからん。これ魂か。ちょ魂。ちょっと待って。わかんねえ。頭部。グッド。なんでマジ超適当なんだけど。合ってた理由がわかんない、また。最近さ、難しくてさ、合ってる理由がよくわかんないんだけど。
あ、頭を示せって言ったのか。多分そうかな。まあ一応ここは切り抜けましたね。おお、ビビっちょる。おお、平気だもちろんって。もう大丈夫だと思う。立ち直りが早いね。よし、奥行きましょう。でまた手術室と同じようなあれだね。え、日記とかが残ってるかも。ちょ待ってよ。中には何も入っていない。うん、待って。あ、ボロボロの札か。まあ、さっき減ったからね。これはまた死体だね。いやー、やだねー。ただ今のところそれっぽいものはまだ見つかってないから、塚のついた鈴、冊子、処理槽管理録、そっと開いてみる。処理200人超時点で突如鉄扉が判例耐火す。え、呪力集中のため推測、解除に霊具必要、安全弁解除記号ダイヤ。またわけわかんねえの手に入れてしまった。これなんかどん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 オカルト地味てきたね。いや、もともとそういう感じだったけどさ。判例体かよくわからない言葉が並んでる。お、手に何かが絡みついた。ん、毛の玉、あ、違う違う、髪の毛、薄い金色に光っている。なんだ、印がドクドクと血を吸い寄せ始めた。え、だがそのうずきにも気づかず、光る一筋の毛、髪、吸い込まれるように見つめていた。確かな感覚があった。この瞬間を、いや、この場所に俺は前にも来ている。あ、マジか。え、早くね。ブツ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 。ごく近くで誰かが低くつぶやいている。それが誰かではなく自分の声であることに気がついた。やっぱりここにいるな。え、ちょっと待って。全然わかんねえんだけど。意思とは関係なく体の奥底から言葉が溢れてくるようだった。自分のものではない記憶、知り得ない言葉や感覚が勝手に口から流れ出る。処理槽を調べよう。おそらくあの壁の向こうだ。壁の前立った時変な感じがした。何言ってんの。まあ、そりゃそうなるよね。いや、こいつ多分ここ調べてたんだな。大事なことを少し思い出した。意味不明なこと言ってたけど。あの声はもしかすると、記憶とともに失われた元の自分、それが喋らせた。金色の繊維を見た時の感覚、それがきっかけとなってかつての人格が蘇りつつあるのかもしれない。ここまで導いてくれたあの声は聞こえなくなってしまった。昔の自分にでも頼ってみるしかない。壁の向こうにある処理槽、それを探せと声は言っていた。実験記録。待って待って、探検が見つかったって書いてあったね。ただ色は黄色の文字じゃなかったからね。奇跡的に実験成功す、これなんていうの。神のご加護、 H 神社、修羅像は仏師、家のつくと伝え、道家より
のみを用い玉弾理工具一致が鍵となりついに悲願を。あー射出式探検、まあ、彫刻ののみだよね。え観音像とかって何、こいつらが俺たちが作ってたの。えどういうこと。でも絶対なんか関わってるよね。射出式探検、塚に仕込んだバネで刀身を発射する機構だが1回の使用で破損してしまうほど脆弱なため正式採用は見送られたと欠陥品ばっかだなここにあんの巫女の鈴、あとはまあここら辺か。もう少しちょっとファイルを読み進めていきますか。手術室がありましたと。地下壕はこれまで以上に危険な場所、いつ何が襲ってきても不思議はない、常に覚悟をしておきましょうと。第一実験室、まあ扉が霊体化したレイグで解除しようと。安全弁解除暗号がダイヤ、線虫なら混合石と書くべき。ああなるほどね、横文字を使ってるっていうところね。金の髪の毛、ああ確かに金の髪ってことは外人か。これは何よこれさ幼少でも出てきたけどさ俺の顔なのよくよく考えれば。処理層を調べようと。あの壁の向こう行ってみるか。もう調べたよね。あれどこだっけそれちょっと一個ずつしらみつぶしに行くか。ここはいけない、ここじゃない。先へ進んで、この上だっけ。あなんか一瞬扉が見えたね。扉の輪郭、あれを見ろ。えまさかまた霊見えないのか。あーなるほど、これが多分半霊化しちゃったんだね。あれが霊の、霊には霊で対抗する神仏に、これ何だっけ盾祭る道具で触れれば。なるほど、鈴、さっきの明滅する判例扉。一回扉を調べて、でそこでこれしか考えられないよね。触れるだけでいいのか。むしろブツブツ出ないと困る。うん、それは巫女の道具。男が霊力を発揮すれば破壊される、音を出さぬよう触れる。疑問ばかりだがもう一人の自分を信じてみるしかない。鈴で壁面に触れる。おお、実体の扉が現れた。どういうこと？いやこいつここ前に来たね、こいつって自分のことね。ただならぬ気配が満ちていた。処理層、うわちょっとやだな行きたくないねあそこは何か嫌な予感がする。そうか嫌な予感がするか、ちょっと一応一回セーブしておこうよし。鉄扉を、わっちょっと待って、中へ入ろうとするとこれは仏像。吹き抜けのような大きな空間が広がっていた。処理槽、おそらくそのはず。
名前から想像できる場所とは異なる。なんか落ちてる。刀。錆びた軍刀。結構さ、武器っぽいのはいっぱい手に入れてるよね。ライトで周囲を照らしてみる。この先デッドリーチョイスか。やだな。セーブしといてよかったな。仏像の頭。保管してる感じではない。ゴミ捨て場。おおおおお。どこかで重いものが外れるような音がして、不意にあたりに薄明かりがさした。今の音は何ですかと。一度外に出よう。逃げ出そうとしてドアに手をかけた。鍵がかかってる。お決まりだね。閉じ込められた。ん、これは、つま先から冷たいものに包まれた。あ、大量の水が滝となって流れ込んでいた。水詰めか。氷のように冷たい水。あっという間に膝まで浸かり、すぐ足先の感覚が失われていく。こんなのすぐ低体温症。待って、いきなりかよ。わかんねえよ。思い出す。処理槽についての記録に何か書いてなかったか。近くに見えるのは仏像たちの首だけ。どうするって言われても、まあ混合だね、そうすると。藍染めの手段とか、なんか第4章で出てきてたよね。混合羅漢の首に触れると、何かが外れる音がした。で、溜まっていた水が排出されましたと。自分たちも流されたけ今の。なんだ、あ、大丈夫か。暗闇が続いていましたと。とっさに顔を上げ目をこする。視界に光が戻ってきた。ここはどこだ。十字路。運が良かった。疲労のことを思い出した。疲労ちゃん大丈夫。そう慌てんでも大丈夫じゃん。あ、なんだ、ヒロちゃんが言ったのかと思ったよ。こいつは、はっはっ、あんたかい、久しぶりじゃの。こいつさ、こんなとこに住んでんの、ホームレス。ほとんど口は開かず声にならない。そりゃ喋れんじゃろ。ここの水路は、まあ、山から来ている水だからめちゃくちゃ冷たい。そんなところに小一時間も使っとった。ろれつも回らない。あんたの連れも無事じゃと。これからどっかに帰ったりする。うなりながらうなずいた。老人の顔にパーッと明るい光が差したように見えた。そりゃいいぞい。別に助けた見返りを要求するわけじゃないけど、腹が減ってる。まあ、別にいいよそれくらい。あ、このまま普通に帰るんだ。あのホームレスさ、あんなところにさ住んでたらさ、マジで呪われるでしょ。季節外れの暖房を全開にすること。例の老人、あっちいの。窓開けていい？暑さをアピールしてくる。もうちょっとだけ我慢してくれ。こっちは凍えそう。奥歯の震えも鳴り止んだと。老人はバンシーと。バンシーって何？もちろん本名ではない。バンシーってどういう意味なの？黒いユニコーンってこと。バンシー違いだよね。バンシー爺さんからなぜか香ばしい焼きたてのパンのような匂いが漂っていた。ほう。げー。乾いた赤の周期とか。そんな匂いがすんの？赤が乾くと。バンシー、あんたはなんであんなところに。ごもっともだよね。無言のまま。
まだ話せ。その話は飯と交換じゃ。世知辛い話だ。むしろこっちが聞きたい。あんたらあそこで何をしとった？これは長い話。怪異、そして印、バンシーに地下壕へとたどり着いた話。そういうことか、そういうことか。激しく何度もうなずいた。じいさん本当に分かってる？わしを誰じゃと思っとる？あの地下壕には恐ろしい怨念が渦巻いている。あんたらはそれに巻き込まれた。話が一気にうさんくさくなってきた。怨念、バンシー、あんたあそこで何があったのか知ってんのか？それはまだ話せない。なんでよ。わしは高貴な血筋の生まれ、昔から人外のものを見る才能がある。そうなんだ。霊力があるってこと？全く根拠はない。だが大筋では間違っていない。バンシー殿に教えてほしい。その渦から逃れるにはどうすればいい？これ漢字が難しいんですけど。決まっておるだろうが、渦には必ず中心というものがある。そいつを見つける。渦巻いとる怨念、あんたらの言う怪異、その怪異を生み出したもの、呪いの中心、そんなもんがあの怨念の渦の中には残されている。そいつを探し出すと。そこで何が起こるのか。一応戻ってきたね。おっと、そうじゃ、三上ちゃんって。慣れ慣れしいな。バンシーが声をかけてきた。これを持ってってくれ、わしからのお近づきの印。お、鍵持ってんじゃん。地下壕の鍵、あそこに出入りしてる時に見つけた。わしが預かっといた。三上ちゃんに貸してやろうと思ってな。断る道理はない。ありがとう、借りておくよ。ダイモンが来た。何か収穫はあったかい？疲労に割り込まれた。待ちなって。まさかとは思うけど、あんな怪しいじいさんの話真に受けてないよね。これはまた失礼なやつじゃな。わしから言わせたら、鼻垂れ小僧のあんたの方が信用ならん。わしのこと信じてくれるよなと。そんなん言われても知らんわ。まあ一応信用しておこう。おいおい、頭大丈夫か？あんた腹が減ってる、早く食堂に。飯飯。ダイモンがうんざりした顔でこちらを見た。これまた厄介なものを拾ってきたね。飢えたバンシーを落ち着かせるため、買い置きのカップ麺、菓子パン。食欲の権化である彼。飢えた野犬のように貪り始めた。そんな腹減ってたの？って毎日何してたのこのバンシーは。10食分はあった。何日か食ってなかったのかね。そうするとエクセレン。腹が満たされるまで物を食ったのは久々。そりゃ結構。質問に答えて。なんで地下壕にいたのか。わしの家。10年ほど前に見つけてからずっと暮らしている。快適な場所。そうか。怨念が渦巻いてるのになんで快適な場所なんだよ。まあ雨露はしのげるけどさ、冬に冷え込むのだけは困りもん。あそこは誰も知らないわしだけの極楽。半年ほど前、変なやつが現れおった。やたらと香水臭い女。冬だったしトラブルは面倒だからしばらく離れていた。まあこれはズー先生だね、どう考えても。そうだよね。
1ヶ月ほど前、いなくなっただろうと思って戻ってきた。今度はもっと奇妙なものがおった。歩く仏像。肝っ玉に自信があるとしてもさすがにびっくらこいたわい。こんな変なあざもできたし散々。あ、こいつも。じゃ仏像だね。じゃあ、マフラーを外すと首筋に印が刻まれていた。信じられないかもしれんが、あー、やっぱり仏像か。印を刻んだ犯人は仏像。やはりそうじゃったか。ならあの仏像が観音兵というわけか。どうしてその名前を知ってるんだい。あの地下壕で拾った資料に書いてあった。観音兵は50年前に行われた霊的な力で仏像を動かす計画、天仏計画の際に作られた兵器。バカじゃないの。霊の力で動かすって何。正気で言ってるわけ。じいさんの見た資料今も残ってんのか。暖を取るために焼いてもうたって。あの時に食うたいもうまかったな。なんてことを。得体の知れない老人と自分たちでは常識の尺度が大きく異なる。わしの頭の出来はまあ凡人とは違うと。内容は頭の中に残ってます。天仏計画。天仏計画は戦争末期高貴な血筋の神がかりの召喚が言い出した。そのために作られたのがあの地下壕、第13陸軍技術研究所。観音兵を作るため多くの仏像が実験体として利用された。そういった仏像はどこかの神社から運び込んだもの。なるほどね。 H 神社に違いない。仏像に霊的な力を宿らせるために随分といろんなことをした。おお、高尾山から山伏を呼んだり各所から霊的な宝物を収集したりした。まともな人間は誰も実現できるとは思ってなかった。天仏計画も本来は神がかりの証拠を出しに予算を獲得するための口実に過ぎない。そのはずだった。ある日なんと仏像が動き出した。仏像は研究所の中で暴れ回り多数の死者が出た。地下壕に転がっている古い死体や血痕はその時の犠牲者のもの。あ、 H って比例山。運よく生き残った者もいたがその体には、あー、印ね。獣の髪跡のような赤いあざがあった。観音兵は暴れるだけ暴れた後に停止した。そして二度と動くことはなかった。動いた原因も謎のまま。まあ、動いた原因が分かんないんだから制御なんてできないよね。こんな感じの内容だったと思う。疲労も大門も青ざめた顔をしている。自分の顔もきっと真っ青だろう。にわかに信じがたいがじいさんに嘘をつく理由はない。僕は真実だと思う。仏像が動いて人を殺したとか印を刻んだとか絶対ないって言ってますが、印は刻まれてるからね。じいさんの首に刻まれた印、どう理由をつける。今のデータから論理的に考えるのが、彼の見た動く仏像は観音兵。動くはずのない観音兵が50年後の今になって動き出した。僕とヒロー君の印もそれがきっかけ。こういう風には考えられんか。あんたらのじいさんは観音兵に印を刻まれてしまった。観音兵が止まったおかげでじいさんの印が消えた。だけど観音兵が再び動き出したせいでじいさんの血を引くあんたらに印が現れた。親の因果がここに。何向く。じいさん聞きたいことがある。あんたの説明だと50年前観音兵は停止した。なんで止まった。確か、あ、霊能力者が何かを使って何とかした。何もわからん。一番肝心なところで頑張って生み出してくれ。そう言われてもの、
印のせいで忘れているのかもしれん。単に度忘れ。僕らの印を消すには観音兵を止める必要がある。じいさんが当てにならない以上こちらでその方法を探さないといけない。その道のプロのようだし頼りにしてるよ。別に霊能者というわけではない。今までに4体の怪異を相手にしてきた。常人には無理だよそれは。まあ言われればね。まあその通りで、全くその通り。実際不思議な声が聞こえたり妙な予感があったりしたこともある。地下壕でも自分の口から意識しない言葉が、溢れ出すこともあった。漏れ出すこともかな。あんたらこれからどうする。待って、全部あれだよね。盗まれた仏像がやっぱり怪しいよね。地下壕で仏像について調べる。ようやく H 神社から盗まれた仏像のありかが分かった。あれさえ供養できれば印が消える可能性もある。また地下壕に行くっていうことか。一連卓勝。今更逃げるなんて選択肢はない。逃げてもどうにもならないからね。そうじゃ、そこで見つけ出すんじゃ。怪異を生み出したものでも呪いの中心でもとにかく渦巻いとる怨念の中心、観音兵を止めるにはそれが必要不可欠。霊格の高いわしの冴えた勘がそう言っとる。じいさんはどうする。この辺の公園で一眠りする。観音兵を何とかするまでのんびり待っとる。余裕だな。逃げるなんて選択肢はないって言ったばっかりでしょ。一杯食わせてもらったし協力してやるか。パートナーとして選べるってこと。地下壕の住人。じゃあまずパートナーを見てみましょう。誰で行くかだな。まどかちゃんはな、どうだろう、ホームレス連れて行くべきか。なんか怪しいは怪しいからね。まあいっか、とりあえず連れてきたくないけどホームレス連れてくか。エクセレン。こいつの能力を見てみよう。霊力12、まあ、高い方ではあるか。で、あとちょっと観音兵を見てみますか。この先だね。バンシーとヒロイン一択だろ。命がかかってるからね、ヒロインよりちょっと機能性を重視しよう今は。で、天仏計画、これまあ読み方は合ってるか分かんないけど、観音兵が動きましたと。で、暴れ回って多くの死傷者が出て、逃げた人も印がつけられましたと。で、それが今子孫になって印が現れ始めたと。で、霊能力者が何とかして観音兵を止めましたと。で、それを探しに行きましょうというところですね。じゃあちょっと一旦切りがいいので、少し休憩をしたいと思います。まあもうちょっと21時近いんで、21時5分からじゃあちょっと後半の方を始めていきたいと思いますので、一旦休憩します。